ブライソン・ティラーは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ルイビル出身の R&B シンガー、ソングライター、ラッパー。2015年にデビューシングル、ドントがヒットし広く知られるようになり、同年ファーストアルバム、トラップソルをリリース。グラミー賞のベスト R&B ソング賞にノミネートされる。2017年には2作目のアルバム、トゥルー・ツー・セルフを発表し、初の全米1位を記録。 また同年、DJ キャレドの楽曲、ワイルドソーツに、リアーナと共にフィーチャーされ、全米2位のヒットとなる。2020年には3作目のアルバム、アニバーサリーをリリースした。ライブでのブライソン・ティラー1993年1月2日、ブライソン・ジュアン・ティラーは、ケンタッキー州、ルイビルで生まれる。4歳の時に母親を亡くし、その後は祖母に育てられた。 15歳から歌とラップをはじめ、2011年にミックステープ、キラーインスティンクトボリューム1をリリースして、音楽キャリアをスタートさせる。しかし2013年に、娘が生まれたため学校を中退し、パパジョンズピザと UPS で働き、音楽活動も休止することになった。2014年10月、楽曲、ドントをサウンドクラウドにアップロードし、業界関係者から注目を集める。 5月に iTunes で正式にデジタルダウンロード版としてリリースされ全米13位のヒットを記録した。これをきっかけに RCA レコードと契約を結び同年10月デビューアルバムトラップソルをリリースベイビルボード200で8位を記録する。アルバムの収録曲エクスチェンジは第59回グラミー賞のベスト R&B ソング賞にノミネートされた。2016年 ベッドアワードで最優秀新人アーティスト賞と最優秀男性 R&B ポップアーティスト賞の2部門を受賞する。2017年5月2作目のスタジオアルバムトゥルーツーセルフをリリースしベイビルボード200で自身初の1位を獲得した。また同年 DJ キャレドの楽曲ワイルドソーツにリアーナと共にフィーチャーされ全米2位のヒットとなる。2018年 HER の楽曲クデブ・ビーンにフィーチャリングで参加し第63回グラミー賞のベスト R&B パフォーマンス賞にノミネートされた。2020年10月2日3作目のアルバムアニバーサリーをリリースした。ブライソン・ティラーは自身の音楽をトラップとヒップホップの影響を受けた R&B、ヒップホップと R&B の完璧なマリアージュと表現している。 また、歌では言えないことでもラップなら言えることもあると考えており、ラップでの表現にもこだわりを持っている。ブライソン・ティラーはシンガーのオマリオンに大きな影響を受けたと語っている。おじがオマリオンのファーストアルバムを出してくれたんだけど、それが僕が歌いたいと思う最初のアルバムだった。それが曲を書くようになったきっかけだよ。彼の歌詞の付け方や歌の作り方が好きなんだ。 だから、いいだろうと思って書き始めたんだ。ソングライターになりたいと思い始めたのはその時だった。アーティストになりたいと思ったことはなかった。ただ本当に曲を書きたかっただけなんだ。と述べている。他にも、ブライソン・ティラーは、アール・ケリー、リル・ウェイン、クリス・ブラウン、ドレークなどから影響を受けている。さらに、彼は、影響を受けたアーティストとして、ジャズミン・サリバン、アッシャー、 リアーナ、ビヨンセ、JZ、ノトーリアス BIG、メアリー・ジェイ・ブライジを挙げている。ライブでのブライソン・ティラー。ブライソン・ティラーには2013年と2019年に生まれた2人の娘がいる。2020年6月、ブライソン・ティラーは27歳で故郷のケンタッキー州、ルイビルにある、色恋高校を卒業した。スタジオアルバム。ありがとうございます。